皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回は自分が考えたポケモンメガキュレムを紹介していきたいと思います。メガキュレムは普通のキュレムがメガ進化した状態です。なぜブラックキュレム、ホワイトキュレム、自分で考えたグレーキュレムのメガ進化を考えた上で普通のキュレムのメガ進化を考えたかといいますと、それは後ほど特性を紹介するときに説明します。ではズームインしてみます。このような感じですね。ちょっと普通のキレムよりも翼が大きくなって、ちょっとレシラムとゼクロムと合体するときの針がなくなっていることですね。そして背びれがたくさんあることです。それと爪の数が実は手足ともに1本ずつ伸びています。それ以外は特に、あと尻尾の針といいますか、そういうやつが何本か増えていることですね。それ以外は特に変わった様子はないです。では、名前から順に紹介します。メガキュレム、境界ポケモン、全国ナンバー646番、タイプ1、氷、タイプ2、ドラゴン。これは普通のキレムと変わりません。そして特性、氷河期。戦闘に出ている間、天気がすごい荒れ状態になる。引っ込めると天気は元に戻る。まああれですね。原始グラードン、原始海王が、メガレクーザと同じような特性ですね。出ている間にはすっごい天気になるけど、手持ちに戻すと、その天気は元に戻ると。最近日照りとかそういうやつが5ターンで治るようになってますから、収まるようになってますからね。ではヒットポイントなどの種族値を紹介します。ヒットポイント125、攻撃170、防御100、特攻170、特防100、素早さ95、合計760です。能力の特徴はブラックキレムとホワイトキレムの長所をそのまま反映させた感じですかね。そしてグレ原始グラードンとか原始海王ガも似たような能力ですよね。原始海王ガは攻撃特攻が180で攻撃150ですからね。そして原始グラードンは攻撃180で特攻が150ですからね。まあ、軽い二頭型でメガレクーザが180と180ですね。ちょっとレクーザの弱体化バージョンみたいな感じになってますけど、レクーザよりは耐久力はありますね。で、努力値がヒットポイント1、攻撃1、特攻1といったところですね。そしてメガ進化条件が凍える世界を覚えさせることです。では天気の効果を見てみましょう。すごいあられ。あられの効果に加え、氷タイプに効果今一つのタイプが効果普通になり、凍える世界の追加効果に攻撃、防御、素早さに加えて攻撃、防御、特攻、特防、1段階ダウンが追加されます。そして氷タイプ以外のポケモンは毎ターン24分の1のダメージを受けます。本当は16分の1とか考えたんですけど、それはさすがに大きすぎるなと思いまして、ちょっと16分の1と32分の1の間を取って24分の1ということにしました。まあ 1.5 倍ですかね。というわけで、自分が考えたポケモン紹介、メガキュレムの紹介を本日は終了したいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。